江頭京一は、日本の実業家。ファミリーレストランの草分け的存在である、外食チェーン店、ロイヤルホストなどを展開する、ロイヤル株式会社の創業者。福岡県水間郡上島町に、父、江頭慶作り、母、照代の長男として生まれる。旧生化保中学校を卒業。授業を抜け出して、プールで泳いだり、海軍をしたりと、父親泣かせであり。 教師泣かせであったと本人は振り返っている。中学校卒業から3ヶ月経って、米子地方航空機乗員養成所に入所する、明治大学専門部中隊。1946年、米軍カスが現ベース内の PX の指定承認を始めたことをきっかけに、1950年、ロイヤルの前身会社、キルロイ特殊貿易株式会社を設立。 1951年、福岡空港の国内線運航開始と同時に、同空港内に食堂運営と機内食の納入を始めた。1953年、福岡市の中州に、フランス料理店、ザ・ロイヤルを開業する。オープンして3ヶ月後、新婚旅行で来日したマリリン・モンローとジョーディ・マジオが、来店して、気に入り、3日続けて通ったと言われている。 1959年、福岡市天神の新天町内に、日本でのファミリーレストランの草分けとなる、ロイヤル新天町店を出店。他社に先駆けて、セントラルキッチン方式やフランチャイズ制を導入した。2005年4月13日、肺炎のため死去。82歳坊つ。ありがとうございます。